ド69さんはコツです。はい。はい、短期決戦です。9月4日5時20分です。じゃあこれさ、ビットコインで月曜日の朝下がるんだ。いやだなあ、これなあ、トルコリラなあ、スワップ分だけ受け取ろうか、スワップ分受け取るか。スワップ受け取るスワップ受け取る、スワップ受け取る。あ、ただいま時間スワップを受け取ることはできません。なんだ、受け取れないんじゃん。スワップ受け取る、なんだ、スワップ受け取れる時間ってのがあるんだ。いや、あのね、朝一ね、廃炉をね、1時間入ろうと15分入ろうさ、ローを打とうと思ってんだよ。多分ね、これね、こっからね、109円まで行っちゃうと思うんだよな。たくみアットマーク、オカマイラーと FX と、さん、おはようございます。おはようございます。あ、なんかポンドがすごい戻ったけど。たくみアットマーク、オカマイラーと FX と、さん、思ったより落ちてない。いや、ポンドがすごい戻ったけど。ん？ポンドがすごい戻った。匠アットマーク、オカマイラーと FX と、サンビバリソーワラ。なんだ今の。なんだ今の。リバリソー、リバンない。絶対リバンないよ。絶対リバンない。うん。リバったとしても、110に戻ることはないだろう。これちょっとね、リバったらいいけど、日経金も200円マイナスぐらいじゃないかな。神様さん、ポンド戻った。いや、ポンド戻ったけど、一瞬戻ったけど、あれでした。ちょっと戻してみただけでした一瞬ね、142.60 まで行ったんだけどね、戻してみただけでした。ウェリントン市場はあれだよ、こんなもんだよ。変な動きするよ。今一瞬飛んだね。これはあれだよ、スプレッド開くかもな。これ。タクミアットマーク、オカマイラーと FX と、380超えてくるとちょっとわかんなくなる気はしますね。80?109.80? ?80 超えてくると?ユーロ戻ってんじゃん。ほら、これ、あ、トルコリラ戻った。本当か、この気配。タクミアットマーク、オカマイラーと FX と、
サンオレ広瀬なんで6時から触れるけどちょっと様子見かな。ああそう、あトルコリラ逆差し変えようかな。トルコリラ逆差し変えようかな。逆差し逆差し、じゃあね、いや変えない方がいいなこれ。どっちにしろいや変えるか、変えるのが吉と出るか凶と出るかわからないけど 31.99 ぐらいにしとこう。刺し根はね、これ刺し根はね80でいいよ。トルコリラな48までしかいかないのか。48や、48.306。これね戻る？戻んないよ。ああダメだよ、なんかフェイントかけただけじゃん。なんだ、もうさらに下がって、ゴールド69さんまだ待った方がいいですよ。いや注文だけ変えてるだけ、注文変えてるだけだよ。あ神様さん戻るに決まっとるがな。戻るに決まってる。戻らないと思いますね。ホワイトさんおはようございます。おはようございます。戻らないと思いますねこれはね。だからハイローでさ1時間ハイローと15分ハイローでロー打とうと思ってるんだけど、15分ハイロー30分ハイローってないからさ、15分と1時間でロー打って7時になったらね。ああホワイトさん上がったら売り、上がんないと思うんだけど。ユーロがなんかすごい反発してるけど、ユーロが元の位置に戻ってくる。トルゴリラ戻んないかな。上がったら売りね。ユーロ130、130。おはよう。ニンニコさんおはよう。どうだろうねこれね。気配だけだと分かんないね。買い下がる。買い下がる予定？マジでか。あのね。その5日今日4日じゃん、あ今日4日、そうあの明日5日じゃん、五等日なんだよ。だからね、あの私の金運の占いもね、あのね金運あの12星座中1の 4.5 だからね、5日は上がってるかなって思ってんだけど、
ただね、今日もね、インニコさん儲かった。いや、何も。あ、トルコリラでマイナスだよ。トルコリラ1万通貨持ってんだよ。これトルコリラ1万通貨持っててさ、これでロング持ってんだよ。これであれだよ、3000ぐらいマイナスになっちゃう。まあ、3000ぐらいだったらいいかな、しょうがないかなと思って。核実験で3000だったらまあしょうがないかな。でもこれ3000取られると入金しないといけなくなっちゃうんだよな。お衣装発生だよ。お衣装じゃないな。 100% 維持率 100% ホワイトさん、材料を冷静に整理しよう。材料を冷静に整理しよう。材料を冷静にしよう。材料を冷静に整理しよう。ホワイトさん、初見さん、ホワイトさん、あ、フォローしてる。ホワイトさん、インニコさん、あなたの金運だけで上がるの、私の金運で下がるんだけど。ホワイトさん、財布トークンで儲かったけど、モナコイン今おすすめします。ニンジコさん、そう、私の金運だけで上下してんの。私の金運だけで上下してあの、そうか、財布トークンで儲かったけど、モナコイン今おすすめです。あ、そう。財布トークン良かったよね。0.1 から。ホワイトさん、名前変えた。あ、名前変えたんだ。財布トークンね、私もね、11万ぐらい儲かったね。12.2 倍で売ったよ。名前変えた。前の名前は何ですか？あなたの金運だけで上がるの。私の金運で下がるんだけど。あのね、私の金運と日経平均の関係を毎日こう記録してったら、あ、私の金運が上がった時だけ、上がった時は上がるっていう傾向が、顕著に現れたの。その、でも今日ね、12星座中2位のね、金運4なのにね、上がるはずなのにね、下がったってことは、あれだよ、核実験の影響があまりにも大きかったっていうことで。これ、前回と同じパターンなんだよ。前回の、五等日の前の日。前回の五等日ってのは、30日か。30日、29日がミサイル撃った日なんだよ。29日がミサイル撃った日で、30日が、ホワイトさん W、俺の金運で超絶柄日本中をホワイト企業にしたい。それは何？まっさらにしたいってこと？下がって嬉しい、下がってホワイト企業にしたい。ホワイト企業じゃねえじゃんか。俺の金運で超絶柄、日本中をホワイト企業にしたい。意味わかんねえよ。ホワイト企業ってあんた。インニコさん、全員の金運が同じなら聞いてもいい？ああ、なるほどね。ああ、そうね。あ、違うんだよ。十二星座あって、十二人中十二人とも違うんだけど、違うんだ。その12じゃない。12星座中12なんだけど、ほら、ショート好きな人がいるじゃん。ショート好きな人がさ。ただ、ショート好きな人が、神様3ドル円もっと下げないかな。あ、下げる下げる。下げる下げる。ほら、ユーロも下がったじゃん、ほら。さっきなんか変な値つけてたけど。ドル円下げる下げる。ショート好きな人がいるじゃん。ショート好きな人が、金運とドル円の関係を。リンニコさん、赤でも黒でもなく、白ならゼロカットですね。ホワイトさん、言ってることが矛盾してた。言ってることが矛盾してた。そうだね。タカタンさんはこっち。あ、タカタンさん。あ、タカさん。
高田さん、なんか交通事故あったんじゃなかったっけ？大丈夫？なんか救急車で運ばれてるワンシーンを見せられたけど。高田さんじゃなかったっけ？大丈夫？高田さん、久しぶりだね、でもね。ニコさん、これどこの業者？業者じゃないよ、これ。ああ、これはあれだよ。世界の株価で、あ、なんだっけ。世界の株価。検索してみ？世界の株価で。世界の株価だよね。タカタンは大丈夫だよ。あ、そう。大丈夫か。世界の株価っていうのがあるんだよ。それの為替計算機。これね、世界の株価、普通はこれが一番トップに来るのかな？世界の株価。全部詰まってんだよ、これ。トルコの株価までわかるからね。ドバイの株価なんてあんだ。これ世界の市場がわかるというすごいね。スイスとかあるんだ。ゴールド69さん、自分もそれ見てます。見てるでしホワょ。イトさん、タカタンさん、名前変えました。後で連絡します。あ、恐怖指数が何？恐怖指数下がって、恐怖指数上がるよね。恐怖指数上がってくれると思うんだけど。恐怖指数が、恐怖指数がさ、ビックスがさ、15日ぐらいにあれなんだよね。タ株カ式タンさと、ん待ってる。株式併合するんだよね。併合だっけな。併合するんだよ。200対1の株式併合するんだよね。ビックス。知ってる？ビックス。恐怖指数。1552。ビックスがね、どうなるかだよね。いや、ビックスはね、予言じゃないけどね、1552はね、2万円になるっていうね、夢を見たんだよ。夢の通りになるんだけど、200対1の併合でなるっていうね、ホワイトさん、恐怖指数外科。ちょっと待ってね。恐怖指数さ、あれ？いやー、これ株どうなるかね。買い場だと思うんだけどな。ロスカットスカイさん、おはようございまおす。はようございます。金二子さん、占いとか夢とかオカルトなの。オカルトじゃないよ。オカルトじゃない。夢は現実になる。寝てる間に見る、寝てる間に見るのは、あれだよ。正しいことなんだよ。正しいことって言っておかしいけどな。昼間はさ、いろんな雑念があるんだけど、寝てる時に見るものは結構あれだよ。クリーンなんだよ。クリーン。綺麗に未来が見えるんだよ。オカルトじゃないぞ。現実にそうなる。ゴールド69
1.9935、これもドル円とユーロドルのオプション見れます URL。 あ、いいね、何それ。それトレーダーズウェブ FX。 あ、そう、これさ、恐怖指数、うん、コピーしとこう。ドル円とユーロドル、あ、クリックしてみようか。これね、ビックスだから200枚持ってないと、併合したときに 1枚にならないんだよね、これね。200、トムさん、三菱地所、物流リート、投資、法人、どう思いますか？三菱地所、どうだろうな、高いと思ったら売られるかもしれないし、安いと思ったら買われるかもしれないね。まあ当たり前のことなんだけどさ三菱地所ってさ、一等地持ってんじゃん、物流リート、三菱地所物流リート投資法人、物流リートなんてあんの。ニンニコさん、オセアニアからトレードできることはないのロスカットスカイさん、そりゃそうだ W。 いや、そりゃそうだなんだけど、あ、オランダができんじゃない？オランダ。オセアニアからトレードできるの、オランダ。オランダどう？オランダなんか、スプレッドが開きすぎてさ、話になんないんだけど。物流リート投資法人とかさ、なんていうの？ネガ酒部っていうかさ、そういう、なんていうのかな。ロスカット、スカイさん、サクソ系なら4時からできるよ。サクソンバンクとか？4時からできるの。例えばさ、ソフトバンクとかさ、ちょっとリートとちょっと違うんだけど、ソフトバンクとかさ、割高な株っていうのはあんじゃん。割高な株がこういうなんていうの、地政学的リスクとかさ、なんかこうマイナス、全体が下げるとき、下げ相場のときに安くなったりすると買いだね。日経平均に連動しないんだよな、リートってな。リートってなんか、リートってさ、あれが買ってんじゃないの？年金が。年金が買ってるからさ、もう、でもな、日銀が縮小したら大変だよね。日銀がね、投資をね、躊躇する、しだしたらね、躊躇っていうか、日銀が、方針を変えたら下がっちゃうよね。さ、オリンピックまではいいとしてさ、オリンピック超えたらどうなるのかよくわかんないんだけど。黒田さんいなくなったら大変だよ。黒田さんはあれだよ。黒田さんいなくなったら株は下がるよ。絶対。安倍さんっていう、安倍さんもいなくなったらあれなんだけど、黒田さんいなくなったら、日銀のスカイさん、リートはめっちゃ美味しい時期あったけどね。黒田さんいなくなったらさ、日銀の方針が変わっちゃうからさ、それさ、ダメだと思うよ。ね、日銀がそんなことしていいのかって、今までの常識を覆したわけだからさ、黒田法は。だってさ、今さ、この前、年金のさ、あ、なんだっけ、GPIF のさ、なんていうの、買ってる銘柄一覧っていうのがあってさ、なんか、すごい、なんか、して株みたいな株まで買ってた、一覧に載ってたんだけど、あれをさ、売り出したらさ、方針変えてさ、売り出したらどうなんのかね。絶対下がるよ、株式市場。それこそ1万円割るかもしんないよ。あれ、方針転換したら本当最悪だと思うんだけどな。
でもね、今ね、ニュースであったんだけどね、75%の人が、今の生活に満足してるっていうね、統計があったよ。ニンニコさん、国内はオワンダって国内。ワンダどうなんだろうな。ワンダ国内なんじゃないの？ワンダって海外なのかな？わかんないけど。国内では、ライオンが6時からだよ。ライオンと JFX が6時からでしょ。4時からやれるなんてのはないよ。国内は。国内はだから6時からスタートか7時からスタートで。三菱地所、三菱地所リート、リートな。リート面白かったんだけどな。リートはまた安くなったら買うのがいいんじゃないの。今一回売っといてさ、あれかもしんないよ。もう今からリート買われることはないだろうし。リートって、ショーター十十八金さん、ワンダジャパンは国内。あ、そう、ワンダジャパン。ロスカットスカイさん、6時からで、海外でいいなら XM とかもありますよね。そうそう、XM、6時からだったら XM。これか。ほら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 。ダメだ、トルコリラ、あれだ、損切りだ。100%損切りだ。逆差し値かかって終わっちゃうんだ。なんか、ユーロのこのさ、ピコピコしてんのは何だろうね。1円行ったり来たりしてんだけど。ポンドも。狭いのどこですか？スープ狭いの？いや、ないって。この時間は朝のね、この時間はね、スープ狭いとこなんて存在しないって。ニンニクさん、トレードできないって。朝のこの時間なんか。やめとけ。月曜朝なんて一番 わかんない時間じゃ神様3ポンドあげてるやん。ん。ねえ、あげてるね。ショーター十十八金さん、XM は6時5分からトレード可能。6時5分からトレード可能。ロスカットスカイさん、サクソでスプ5ピップくらいだな。あ、5ピップなの？あ、残り1分しかないわ。5ピップならいいかもね。サクソ、あ、そう。スプ狭い。5ピップだったらいいかもね。あ、ほら、ポンド下げちゃったじゃん。なんかほら、なんかピコピコしてるよ。1円行ったり来たりしてるんだけロど。スカットスカイさん、やれないレベルではないわな。ニンニコさん、WW よくご存知でわらわら。怖い。これは FX 配信に来る人はみんなよく知ってるから、そこら、みんなに聞けば教えてもらえるわ。いやー、トルコリラ嫌だな。トルコリラ心苦しいわ。まあ、一枚だからあれだけどさ。これ絶対下がるって。1時間後にね、109円ノックするかもしんないよ。7時始まる、6時スタートで、ハイローは何時から？ニンニコさん、月曜朝一のおみくじ感覚。12秒しかない。窓を開けたらね、戻る、窓を閉じるようにね、動くらしいんだよ。ロスカットスカイさん、今日108円割れまでありますよね。